どうですか、調子は。調子はいい感じです。体重とかもまあまあいつも通りというか、まあまあ順調に落ちてきてます。去年まで 5連勝したのはまあ普通というか、だと思ってます。でこっからが自分が成長したかしてないかっていうポイントだと思ってます。朝倉海選手の印象ってどういうふうに持たれてました？今まで、そうですね、特にまあちらっとは見てたんですけど、研究したことなかったんですけど、やっぱ研究するにつれて朝倉選手はオールラウンダーだと思ってます。勝ってきてる相手もそうですし、やっぱ実績がすごいなとずっと思ってました。対戦したいというふうに意識したのっていつぐらいですか？そうですね、自分が今回の5連勝のうち、そうですね、勝ち始めてからですね、3、4戦目ぐらいからですかね、もう相手いないんじゃないかなと思ってきました。全然打撃で付き合うつもりでいます。試合展開として正直全部で勝負しようといつも思ってて、全部で勝負します。フィニッシュは狙ってます。常に、まあ、取れたらいいなと、KO でも1本でもできたらいいなとは思うんですけど、まあ、とりあえず勝てたらいいなと思ってます。まあ KO ボーナスもそうですけど、やっぱり試合を見に来てくれる人たちがやっぱ盛り上がってほしいんで、それが一番ですね。とりあえず朝倉海戦は勝ちたいなと思ってるのと、でその次はもうベルトタイトルマッチが決まってるんで、勝てばそれも取りたいなと思ってます。やっぱアグレッシブで動きのある、まあ、飽きない試合をいつもしようと思ってるんで、いい試合できたらいいなと思ってます。理想は KO1 本ですけど、まあ、どんな形でも勝てればいいなと思ってます。